こんにちは、ナビゲーターのくるみです。みんなは産業廃棄物って知ってるかな？悪いものみたいに言われることも多いけど、本当はみんなの生活に深く関わる身近なものなんだ。産業廃棄物について一緒に学んでいこう。企業や工場、店舗などから出た産廃の処分には中間処理と最終処分があるよ。中間処理とは最終処分する前の処理工程のことで、産廃を分別したり扱いやすいように加工したりしてリサイクルにつなげたり、燃やしたり砕いたりして埋め立て処分しやすくするんだよ。多分このあたりで、あ、キクズンがいた。やあ、わしはこれからリサイクルされて新しい姿に生まれ変わるところじゃよ。どんな風に変わるの？まずわしは破砕されて、キクズンが細かくなっちゃった。そして様々な処理を施された後、工場に入っていったよ。どうなっちゃうのかな。あれ、こんにちは、ロールカミンが出てきたね。キクズンはどうしたの？キクズンは私の原料になったのよ。私はリサイクルされた再生紙なの。木くずが紙にリサイクルされたんだね。そうよ。あっちにいるのはタタミーズとタイヤだね。彼らもリサイクルされるところみたい。見に行ってみよう。イエーイ、俺たちは RPF になるんだぜ。 RPF は紙くずや廃プラスチック類、木くず、繊維くずなどを原料にするんだよ。あら、タイヤはゴムくずなんじゃないの？ゴムには2種類あるんだ。天然ゴムからできているものはゴムくず、合成ゴムからできているものは廃プラスチックに分類されるんだぜ。廃タイヤには合成ゴムが使われているから廃プラスチックになるんだ。へえ、なんだか難しい。そうだね。でも産廃を上手に社会に循環させるためには大切なことなんだよ。僕たちが循環するってどういうこと？これを見て。みんなが読む本や新聞は紙からできているよね。それを作る工場ではたくさんの紙くずが出る。捨ててしまえばただ燃やされて埋め立てられるだけだけど、やだ、捨てないで。リサイクルすれば再生紙に生まれ変わることもできる。また RPF を燃料にして発電し、機械を動かして、お、機械から新しい新聞が出てきたな。こうして紙くずは再生紙として新聞や本になってみんなの手元に届くようになるというわけ。すごい、全然無駄が出ないね。実際には埋め立て処分するしかないゴミもいくらかは出てしまうんだけれどね。それを少しでも減らす努力をするのが作る責任、使う責任なんだよ。作る責任、使う責任。みんなは SDGs って知ってるかな？2016年から2030年の15年間で達成すべき世界共通の目標として掲げられた17の目標のことで、その目標12が作る責任、使う責任。ゴミの排出を減らしたり、リサイクルやリユースを進めたりすることが求められているんだ。廃棄物に関する責任は世界中で共通なんだね。世界、うお、なんだか燃える響きだぜ。キャー、燃えちゃう。せっかく再生紙になったのに。タイヤは立派な RPF になれそうだね。じゃあ今度はリサイクルできない産廃がどう処分されているのかを見に行こう。ここは埋め立て処分場。この土の下にリサイクルできない産廃が眠っているんだ。おーい、誰かいる？なんだよ、
気持ちよく眠ってたところなのに。アスベーだね。他には誰がそこにいるの？参拝13号もいるよ。僕たちは役目を終えてゆっくり休んでいるところさ。起こしちゃってごめんね。今までありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。むにゃむにゃ。工場に戻ってきたよ。みんなどうしてるかな。あれ、あそこにいるのは。俺はさすらいの旅人カンタロウ。自由に旅に出るんだぜ。勝手にどこかへ行っちゃダメだよ。参拝の処理ができるのは特別な業者だけなんだから。その通り。参拝の処理ができるのは行政機関から許可証をもらった業者だけなんだ。え、そうなのか。誰でもできるわけじゃないのか。これまで見てきたように参拝の処理にはたくさんの工程や決まりがあるんだ。それを守らずに参拝を処理すると環境を破壊したり、限りある資源をうまく循環できなかったりするんだよ。参拝の処理は私たちの生活を支える大切なお仕事なんだね。そう、そういう人たちのことをエッセンシャルワーカーと呼ぶよ。かっこいいぜ。あ、みんなも集まってきたね。リサイクルが終わって新しい製品になったわ。僕たちこれからまた社会に出てみんなの役に立つんだよ。僕たちはこれからリサイクルされるよ。長い旅路じゃが、もう一頑張りじゃの。どんな姿になるか楽しみじゃの。捨ててしまえばただのゴミだけど、リサイクルすれば立派な資源だにゃ。そのためにはきちんと分別してね。汚れてしまった時はきれいにしてから廃棄することも大切だよ。みんなが少しずつ気をつけることが資源を大切にすることにつながるのである。僕らは役目を終えて最終処分されるよ。使い終わったものは安全に処理する。それも参拝処理の大切な役割であるな。ゆっくり眠るよ。みんなそれぞれの行き先が決まったみたいだね。頑張ってね。またみんなに会える日が楽しみ。その日まで私たちのこと忘れないでね。たまにはオイラたちのことを思い出してくれよな。学校や街中で僕たちはみんなのことを見守っているよ。参拝はいつもみんなの身近な場所にいるのだ。それじゃあみんな、またねー。